ちの鳴き声とか外れの音が心地いいね。そんなに大きい山じゃないんですけどね。それでもここに来るとちょっと空気変わるっていうか。あ、樹液だ。カブトムシ来るのかな。来るよ。家の網戸についてる時もあるし。そうなの？すごい。美咲はよくここに来ていたのかい。うん、弟たちとたまにね、虫取りしたりどんぐり拾ったり。そうなんだ。こんなに広いと一日中遊べそう。そうなんですよね。ってことで、みんなに見つけてほしいものがあります。何かしら。それはエビフライです。エビフライ？お店はなさそうだけど。どんなエビフライなのかわかんないけど、わかったよ、ミク。ハグミ、絶対見つけるね。必ず、ミサキの元に届けると誓うよ。待っていてほしい。うん、頑張って。じゃあ、よーい、スタート。私、あっちに行ってくるわね。じゃあ、ハグミはこっちの方に行ってみる。私は風の吹くままに進んでみよう。みんな、迷子にならないでよ。私は迷子になりそうだから、美咲ちゃんの近くで探そうかな。ですね。なかなか見つからないな。木の上にあるのかな、それとも景観とか。さーて、なんでしょうね。美咲ちゃん、お願い、ヒントちょうだい。ヒントか。そうだな、地面かな。地面？地面に落ちてるとか。どこだろう。よーく探したらわかると思いますよ。ほんとエビフライなので。あれ、もしかしてこれかな。すごく小さいけど。あ、正解です。カノンさん、やりましたね。一番乗り。やったー。美咲ちゃんがくれたヒントのおかげだよ。待たせたね、子猫ちゃんたち。あ、カオルさん、おかえり。見つかった？もちろんさ。ほらこれ、この美しく儚い一輪の花を。美咲に似合うと思ってね。え、そんな綺麗な花初めて見たんだけど。いや、私には似合わないでしょ。じゃなくて、エビフライを探してって言ったじゃん。おーい、みんな、エビフライ見つけたよ。これのことでしょ。じゃーん。ザリガニ。いや、似てるけど全然違うっていうか、フライ要素全くないし。絶対これだと思ったんだけどな。そもそも川なんてあった？私知らないんだけど。うん、あったよ。この山の向こう側。山の向こう？すごい移動距離だね。みんな、お待たせ。見つけたわよ。そこはかとない不安しか感じない。はい、ヘビさんよ。かわいいでしょ。あら、そうなの？ヘビさん、ありがとう。じゃなら。あー、びっくりした。なんでエビフライがヘビになっちゃうんだか。あんな短くて太いヘビ初めて見たよ。ねえ、美咲ちゃん、絵でしか見たことがないんだけど、さっきのヘビ、ツチノコに似てなかった？まさかいるわけ。目の錯覚ですって。私たちが見たのはヘビです。
そうだよね。普通の蛇だよね。それで、本当のエビフライは見つかったのかな？見つけたよ。あら、これ。すごい！本当にエビフライだ！食べられそう！これね、リスが松ぼっくりを食べた後なんだって。松ぼっくりをエビフライに変えちゃうなんて、リスさんは魔法使いだったのね。そういうわけで、見つけたカノンさんに拍手。